クラスターオブエクセレンスグローバルな文脈におけるアジアとヨーロッパ文化の流れにおける非対称性の変遷はハイデルベルクに本部を置くドイツの国立大学である2007年10月に設置されたクラスターオブエクセレンスグローバルな文脈におけるアジアとヨーロッパ文化の流れにおける非対称性の変遷はドイツハイデルベルク大学で200名程度の研究者が 参加して行われている人文、社会科学分野における学際的な共同研究事業である。クラスターは、ドイツ連邦及び州政府によるエクセレンスイニシアティブの一環として2007年10月にスタートした。200名程度の研究者がアジアヨーロッパ間及びアジア内での文化交流のダイナミズムについて研究している。特に文化、社会、 政治の交流に見られる移ろいゆく非対称な関係とそうした非対称な関係の近くが生み出す力について分析している。クラスターの目的は特にトランスカルチュラルな相互行為を重視する文化研究のために研究方法と制度基盤を開発することである。アジアとヨーロッパの過去と現在の事例研究を通じてメディア、もの人間等が媒介する概念。 制度、実践に関わる文化の流れを調査している。クラスターの本部は、ドイツ、ハイデルベルク大学のカール・ヤスパース、記念トランスカルチュラル高等研究センターにあり、支部が、インド、ニューデリーにある。クラスターを運営しているのは、マデレン・ヘレンエシュ、アクセル、ミハエルス、ルドルフ・ジー・ワグナーである。クラスターの70以上に及ぶ研究プロジェクトは、ガバナンスと、行政、公共権、 健康と環境、歴史と遺産の4つの研究領域に分けられている。新たに設置された仏教学、文化経済史、グローバル美術史、思想史、映像、メディア人類学の5つの教授職は、それぞれの研究のトランスカルチュラルな特性を生かして、専門知識の進化に貢献している。ハイデルベルクリサーチアーキテクチャは、トランスカルチュラルな関係をトレースし、 分析するためのメタデータフレームワークを提供している。研究成果は国際学術史及び創社の形で交換されている。トランスカルチュラルな視野からの研究の中心とするために、クラスターは2つの総書、トランスカルチュラルリサーチ、グローバルな文脈におけるアジアとヨーロッパ研究、ハイデルベルク総書とハイデルベルクトランスカルチュラル研究、及び電子ジャーナル。 トランスカルチュラル研究の観光を開始した。これらはすべて査読付きである。学生対象の授業として、クラスターはハイデルベルク大学にトランスカルチュラル研究のための修士課程を新規に開校した。この課程の授業は英語で行われている。専門は3つの主な分野から選べられる。社会、経済、ガバナンス知識、信仰、心境ビジュアル、メディア、 物質的文化またトランスカルチュラル研究のための大学院プログラムでは博士課程向けのコースを提供している。京都大学ハイデルベルク大学トランスカルチュラル研究センターの連携におけるジョイントディグリーマッツの一部としてトランスカルチュラル研究センターは2018年4月より京都大学と連携してトランスカルチュラル研究のジョイントディグリー修士課程を開始する。 JDTS に在学する学生たちは、ハイデルベルク大学トランスカルチュラル研究センターか、京都大学のいずれに所属し、2年間の研究において、向こうの大学に留学する。終了したとき、各大学の学位を授与されるため、JDTS は、ダブルディグリーとも呼ばれる。カール・ヤスパースセンターは、様々な大学と連携して、大学生、 大学院生に交換留学の機会を提供する。2017年冬学期より、イエール大学と一学期内市は一年の留学制度を立ち上げた。その他、日本の京都大学と東京大学、インドのハイデラバード大学、そして韓国のソウル大学校と留学プログラムを成立した。ありがとうございます。